REST API ファイルメーカーデータ API は、ファイルメーカーサーバー、またはファイルメーカークラウドでホストされている共有データベースを、他のシステムから利用するためのアプリケーションプログラミングインターフェースです。この API は、ウェブサービスを経由してアクセスを可能とする REST API です。HTTP のメソッドと URL の組み合わせで、 動作を記述し、JSON で結果を返します。例えば、タブロー・デスクトップに接続するコネクタが標準で用意されています。また、Salesforce、Oracle、SAP などのエンタープライズ向けアプリケーションと接続するコネクタを作成することや、独自に開発したウェブシステムと統合することもできます。簡単に処理の流れを説明します。 REST API クライアントは HTTPS のポートを使用してウェブサーバーにリクエストを送信しますウェブサーバーはそのリクエストをファイルメーカーデータ a p i エンジンへ送りますファイルメーカーデータ API エンジンは HTTPS リクエストをデータベースサーバーが解釈できる形式に変換しますそしてデータベースサーバーで共有されている ファイルメーカーデータを要求しますデータベースサーバーは要求されたファイルメーカーデータをファイルメーカーデータ API エンジンに返しますファイルメーカーデータ API エンジンはファイルメーカーデータを HTTPS に応答するために JSON データに変換しますそしてウェブサーバー経由で JSON データを REST クライアントに渡します 以上のようにファイルメーカーデータ API では JSON や URL といった REST のモデルを使用し柔軟に他のシステムとの統合を実現しています。